弱神山のくす石神山のくすは、熊本県熊本市北区北浅間町に生育するくの木の巨木である。熊本城の基礎となった熊本城を築いた、かのこに近しい入道石神手への木と伝えられ、根元にはその墓石を巻き込むような形で成長している。推定の樹齢は800年と言われ、整った樹形と枝ぶりや根張りの大きさなどでくの木の名木の一つに挙げられて、 熊本県指定天然記念物や新日本名木百選に選ばれている。弱新山のス JR 九州鹿児島本線の植木駅から30分ほど歩くと、旧植木町との境界近くにある北波間集落の手前に大きなクスの木が見えてくる。この木がサビ新産のスで、推定の樹齢は800年。 幹周は2008年の時点で17.1メートル、樹高は30メートルを測る。主幹は地表から5から6メートル付近で、いくつかの染み木や大枝を様々な方向に伸ばし、髪型に伸びるものや下方に向かって生育するものなどが、こんもりとした一つの森のような樹脂を形作っている。四方への枝張りは50メートルほどで、そのうち、 南西方向に伸びた大枝は30メートル近くの長さがある。根張りもしっかりとした木であり、太い根が地面の四方八方を這い回るように伸びている様子は大蛇や巨大なタコの足などと形容される。この楠木の名前の由来となった弱さんとは戦国時代にこの付近を漁した武将、カノコギ地下シイのことである。 カノコギ氏の祖は、源頼朝の命により、肥後国は北軍にあった、カノコギ宗という荘園の地頭となった三池帝京まで、遡る。帝京はこの地に赴いた後に、カノコギの姓を名乗り、親院は十代目であった。親院は、文武両道に優れ、肥後国の老者と称えられた人物であり、紛争の朝廷に尽力したほか、自社の復興や造営。 熊本城の原型となる熊本城を、後の熊本県立第一高等学校付近に築く、などの功績を残していた。この地にクスノキを植えたのは、親院と伝えられる。後に出家して、県末県赤神と合し、1549年に死去した。死後に、親院改め錆心は、このクスノキの下に葬られた。クスノキは大きく成長して、 やがて錆心の墓石をその根の中に巻き込むような形になった。そのため地元の人々はクスの木を弱心んのクスと呼ぶようになり、憩いの場として親しんだ。子供たちが木登りをしても怪我することがないとされて、子供の神様とも言われ、古い時代には近在の農家から馬の神様としても崇められていた。 北は間集落では、毎年1月11日を錆心の命日として、神事を行い、新年の門出の日としている。近隣の4つの林保藩が持ち回りで樹下の清掃を月2回行い、9月11日には祭りを取り行って周囲にある竹の柵を新たに青竹で組み直すなど、大切に扱っている。周囲は緑地公園として整備され、錆心緑地と呼ばれている。 1991年9月に襲来した台風19号の被害にあって相当数の枝を失ったがその後回復して樹勢の衰えは見られない。弱さんのクスは大きさや樹勢、樹形や枝張りが優れ日本に生育するクスのキの中でも代表的なものとされている。巨樹、巨木を訪ねての著者でカメラマンの高橋博士は 私が自信を持っておすすめする最高の一本とし、これだけのクスノキが国指定天然記念物の指定を受けていないのは、誠に不思議なことであると高い評価を与えた。国の天然記念物には2013年4月、現在の時点では指定されていないものの、1974年5月8日に熊本県の天然記念物になった。1990年に開催された、 国際下と緑の博覧会に合わせて企画された新日本名木百選では熊本県から唯一選定されている。熊本県は寂しン産の靴の他にも同じく熊本市の藤崎台の靴の木群や宇都市の栗崎の天神靴など靴の木の大木が多く、1966年10月に靴の木を県の木に選んでいる。1、寂しン産の靴、2、植木、 ICAB、カノコギの読み方については、カナコギを採用するウェブサイトもあるが、ここでは、居住、巨木日本全国674本及び、熊本市観光情報サイトマン遊ぶ、熊本などの表記によった。以前は、熊本県鹿本郡駅町だった。2010年3月23日に、下間式郡城上南町と共に、熊本市に編入合併して、 植木町は全域が熊本市北区に、城南町は全域が熊本市南区となった。カノコギ草の範囲は現在の熊本市北部と甲子市の一部だったと推測されている。ABCDEFGHIJKLMNO 新日本名簿百選196から197ページ。ABCDEFGHIJK 渡辺。 397ページ。a b c d e f g h i j あの255から257ページ。ABCDE 牧の106から107ページ。AB 弱心んのクスのキ、熊本市観光情報サイトマ万遊ぶ。熊本、2013年4月28日閲覧。ABCDE 高橋、98から99ページ。 AB 弱さんのクス巨樹名木探訪中華は木材産業株式会社ウェブサイト2013年4月29日閲覧 ABCD 巻の103ページ ABCDEF 弱さんのクスの木と熊本城特定非営利活動法人コミュニティ共有熊本2013年4月29日閲覧 ABCDE 弱さんのクスの木人里の巨木たち 2013年4月29日閲覧。若新さんのオークス日本の巨樹、巨木、高橋広瀬ウェブサイト。2013年4月29日、閲覧。若新さんのクス日本の巨樹、巨木、高橋広瀬ウェブサイト。2013年4月29日、閲覧。新日本名簿百選、9ページ。新日本名簿百選巨樹と花のページ。 寺西科学工業株式会社ウェブサイト2013年4月29日閲覧。矢野306から310ページ。熊本県のシンボル、熊本県庁ウェブサイト2013年4月29日閲覧。熊本県のシンボルか僕、オールイラストでよくわかる全国都道府県書き取りシンボル2013年4月29日閲覧。ありがとうございます。